東京大学の松尾です。GMOAI& ロボティクス商事株式会社の設立、おめでとうございます。えー、私は東京大学で人工知能の研究・教育を長年やっております。昨年からは政府の AI 戦略会議の座長もやらせていただいております。 GMO インターネットグループでは昨年から顧問をさせていただいておりますけれども今回の GMOAI& ロボティクス招致株式会社でも顧問を務めさせていただくことになります。よろしくお願いいたします AI ロボットに関して技術データそしてお金の流れをつなぐいわば商社の機能というのは大変重要であると以前からずっと思っておりましたなかなか日本ではそうした機能が十分ではないと思っていたのですけれども今回この新しい会社が まさにその部分を実現されようとしているということで大変楽しみにしております。今後、生成 AI のさらなる進展で AI、ロボットの領域は急速に立ち上がってくると思います。またその際に実世界のインタラクションデータを共有するプラットフォームの意義も大変大きいものだと思います。日本全体、世界全体のために今回の取り組みが大きく発展することを期待しております。以上です。